たくない選手は来なければいい。同案率、欧州組の招集不要論に持論。日本代表 MF の安律は11月15日ミャンマー戦に向けて取材に対応し、過密日程について語った。僕は期待です。僕の一意見としては、全部の大会に出場したいと常に言っている。例えばですけど、パリ五輪のオーバーエイジであっても全部出たいと言っている。サッカーキャリアこんなに短いのに1試合逃すというのがもったいないという感覚はありますけどね。移動時間より1試合で4万、5万人が入った中プレーできることはなかなかない。堂安の発言は選手なら当然のこと。誰だって代表に入りたいし、スタメンで出たいと思うだろう。招集は義務ではない。来たくなければ辞退も可能である。よって堂安選手の発言は表現の問題があっても正しい。選手自身が何度もこう発言してるのに周囲だけが騒いでるんだよな。選手からしたら大きなお世話。怪我防止の観点からやはりここ日程なども見ながら過密な人はケアはするべき。チクラブでは欧州のリーグや CL で強豪チームと連戦して日本まで帰ってきてアジアの弱小国とやりたくないだろう。みんなそれぞれ状況は違って、それぞれ意見があっていい。この意見にみんな合わせろっていうのは違う。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。